皆様おはようございます。いつもお勤めお疲れ様です。そしていつもお時間の方を割いていただきありがとうございます。ガッツァンシネマーズであり元祖ガッツァンムービーズであります。よろしくお願いします。2022年の10月から嵐系や炎上系、役割系、 あとは不謹慎系YouTuber が少なくなった代わりに今度はアンチ系が増えていますね。大抵は18歳にも満たない学生様だとは思いますが、 なぜあんなことをするのかよくわからないのですが、おそらくはいじめられたかどうかもわからないし、ストレスが溜まってやってしまったのかもしれません。まあ、あんなことは必ず言っていいほど自分に返ってきます。そしていとこや親戚にもご両親にも祖父母にも知人にも迷惑をかけてしまいます。ですからこんなことは肌からやらない方が身のためです。はい、少し長くなってしまったのかもしれませんが、今後ともこのガッツァンをよろしくお願いします。以上です。